皆さんこんにちは。バナナは手軽に取れるということもあり、美容や健康のために食べているという人も多いのではないでしょうか。バナナは栄養成分が豊富でバランスも優れているので、積極的に取り入れたい食品です。そんなバナナですが、バナナは朝に食べるといいという話を聞いたことがある人も多いでしょう。今回は朝にバナナを食べるといい理由、そしてバナナに含まれる栄養素とそれによって期待できる美容・健康効果についてご紹介します。特に朝は食べない、時間がなくて食べられないという人には、朝にバナナ1本だけでも食べるべき理由が見つかることでしょう。朝にバナナを食べるといい理由とは、バナナには美容や健康にいい栄養素が豊富に含まれており、さらに低カロリーな食品です。栄養価が高いバナナは高カロリーだと思われがちですが、中くらいのバナナ1本で86キロカロリー程度です。これはご飯お茶碗半分、食パン半分のエネルギーに相当します。バナナ1本でこれだけのエネルギーを取ることができ、さらにバナナには朝に欠かせないブドウ糖が含まれています。ブドウ糖には集中力を高めて脳を活性化させる働きがありますが、ブドウ糖は寝ている間さえ消費されます。そのため朝起きた時にはブドウ糖が足りなくなって血糖値が下がっている状態です。しかしバナナを食べることでブドウ糖を補うことができ、手軽に食べられるので時間がない朝にぴったりの食品なのです。バナナに含まれる栄養素とそれによって期待できる美容・健康効果7選。 1. ビタミン B 群が豊富。バナナには美容に嬉しい効果のあるビタミン B 群が豊富に含まれています。その中の一つであるビタミン B2 には肌や髪の毛を健康的に作る働きがあります。またビタミン B2 には肌荒れの予防や新陳代謝が良くなるなどの働きがあります。新陳代謝が良くなると美肌やダイエットのほか、免疫力が向上するなど様々な効果が期待できます。さらにビタミン B2 には代謝を上げて脂肪の燃焼をサポートしてくれる効果も期待されています。そしてバナナにはビタミン B1 も含まれており、これには疲労回復を促してくれる効果もあります。 2. ポリフェノールを摂取できる。バナナの筋が苦手で食べるときに取り除くという人がたまにいますが、できれば一緒に食べましょう。というのはバナナの筋には赤ワインや緑茶にも多く含まれるポリフェノールが豊富に含まれているからです。ポリフェノールには強い抗酸化作用があり、活性酸素を取り除いて生活習慣病の予防に効果が期待されています。また熟してシュガースポットと呼ばれる黒い斑点が出てきたバナナほどその含有量が高まるので、熟した頃に食べるといいでしょう。 3. カリウムが豊富。カリウムには利尿作用があり、尿量を増やし排尿を助けてくれるため、むくみの改善に効果的です。さらに食物繊維も含まれており、腸の調子を整えてくれるため便秘予防にも効果があります。 4. 子供に不足している栄養が豊富。バナナにはビタミン B2、 マグネシウム、ビタミン B6 など子供に不足しがちな栄養素が含まれています。ビタミン B2 は子供の発育のサポートをしてくれますし、マグネシウムは骨を作る働きのサポートをしてくれます。そしてビタミン B6 には血液や筋肉を作る働きをサポートしてくれる効果が期待できるのです。 5. さまざまな糖類が豊富。バナナにはさまざまな糖類が含まれているため、それを素早くエネルギーとして変換することができます。糖類などのエネルギー源は1日を過ごすために欠かせず、さらにバナナの糖類から作られたエネルギーは持続性があります。そのためバナナを食べることでスタミナアップにつながるのです。 6. トリプトファンが豊富。バナナにはリラックス効果のあるマグネシウムが含まれています。
またリラックス効果があり、イライラを抑えてくれるセロトニンなど、心に好影響を与える栄養素が含まれています。バナナに含まれるトリプトファンは体内でこのセロトニンというホルモンに変わります。またバナナにはビタミン B6 が含まれますが、これにはセロトニンを作るサポートをする作用があります。 7. アルコールを分解してくれる。バナナにはナイアシンという栄養素が含まれ、これにはアルコールを分解してくれる働きがあります。また血行を良くして頭痛などを改善してくれる効果もあります。以上いかがでしたか？バナナには様々な美容や健康にいい効果があることを再確認できたのではないでしょうか。食欲がない、時間がない朝でもバナナなら食べやすいので、朝食をとらない人はバナナ1本だけでも食べてみてはいかがでしょうか。小腹が空いた時にお菓子の代わりとして食べるのもいいかもしれませんね。